大徳社長、はい、今日から無印1週間生活です。はい、やってまいりました。買ってきましたというところで、僕がこの中に袋入れたのって結構わずかじゃない？いや、そんなこともないですけどね。だってさ、なんかカバンとか入れてくれてるんですけど、僕絶対あの自分のカバンがいいんですけど。いやいやいや、これですか？あ、そうですよ。あ、でもいいサイズかもしれない。そうですよね。出張あるんですよね。そうですよね。出張にこれいいかもしれない。今週多分東京2回行くんですよ。ああ、でこれ持ってたら可愛いなと思ったんですよ。ああ、可愛いとかじゃないと思います。いや、可愛いのが大事ですね。やっぱセンスでいきたいと思う。僕はもうこれ選びました。無印さんのカポックコン。カポックって木の実から作ったジーパンですね。これすごく興味があって、でこれ買いました。こちらお値段は、これが4990円。結構安いですよね。安いですね。ワイドパンツですね。でも天然繊維でこれはすごいですね、うん。いや、これなんか面白いなと思いました。カポックって聞いたことなかったんで、あ、これ使いたいな、履きたいなと思いました。で、これと同時に僕らが探してたワシコン、あれがなかったんですよね。店舗限定らしいです。店舗限定なんだよ。要は山梨ないんですよ。ちょっ と地方にはやはり行かないかと。ワンチャン、東京行けばあるかもしれないですけどね。そうだね。で、 MV さんのチャンネルでサイズがなかったって言ったんですよ。買いたいサイズがなかったって言ったんで、東京行ってももしかしたらなかった可能性もあると、まあ、ワンチャン時間あったら探してみてもいいかもしれないですけどね。いいよね。あ、でもね、ネットで買いました。あ、買ったんですね。ネットでパンツがあったんで、この今回のカポックコンのデニムとワシコンのデニムパンツ、ちょっと履き比べてみたいと思います。はい、これも楽しみで、定番のこのコットンなんだけど、ありがたい、今度は保坂君ありがたい。あれ、ちっちゃいね、 M。 あ、ちっちゃいかもしれない。コットンなんだけどあったかいっていう、まあ、これだったら肌にもいいんじゃないかなっていう感じですね。うん、そうそう、そう思ったんですよ。これもちょっと着て感想をちょっと言いたいなと思います。あと、これ出張用だね、保坂君ありがとうございます。これだね、ほんとほんとドシンプルなフードジャケット、撥水。あ、これが保坂君の言うカッパというやつですね。まあ、そうですね、フードジャケット。フードジャケット、でもこれで撥水あるんだったら十分ですよね。そうだね、この値段で。うん、風も防御してくれるでしょう。この前のアウトドアブランドのあれじゃないですけど、あれに比べちゃダメですよ。これが値段が3990円。安い。安いっすよ。安いっす。あと、絶対僕普通に履かない緑の靴下。多分ね、男性ってね、多分緑の靴下履く人少ないと思う。なんか緑好きな人も見たことない、そんなに。結構無難な色を選びがちな部分あるじゃないですか。黒とか白、グレーとか。だからこのあたり僕もチャレンジでございます。チャレンジの機会はありがとうございます。で、こちら、あと帽子か、帽子はいいとして、帽子後回しなんですね。何これ、え、パンツですか。なんかゴムのパンツあったんで、まあ、楽そうかなと思って。この時期に薄いっすね、これルームウェアじゃないですか、これ。いや、違いますよ。違うんですか。一応違います。あ、違う、それ多分パジャマっすよ。いや、パジャマ、これパジャマのそれ上下セットっすよ。じゃあ上下セット上がないじゃん。え、じゃあそれっす。でこれと確かに一緒だったんですよ。これとこれ合わせる？色違うよ。え、でもこれになってましたよ。確か。どう見ても僕これと同系色だと思いますよ、これ。いや、これで売ってます？売ってました。俺これ覚えてるんですよ、確か。これと一緒になってますよ。これ野印さん本当でしょうか？あ、本当ですか。これは僕覚えてます。この木の実から作ったカポックコンの、パジャマ。こちら、綿はアフリカの自然で育てましたというところで、はい、4990円。なぜか上と下の色を変えてるようです。無印さん本当でしょうかというところで、ちょっと本当かな。これは本当って俺覚えてます。まあ、でも店員さんもこれで袋に入れたんだもんね。はい、じゃあ店員さんも納得だよね。納得です、うん、じゃあこれをパジャマとして着ますと。このシャツですね。あ、定番ですね。定番のゆとりのあるシルエット仕上げと、1990円。安い。1990円で結構しっかりしてるよ。あ、これじゃあユニクロより安いじゃないですか。全然安いですよ。安いですね。スクワットだと3000円くらいするんで、作りどうなんですか、縫製が。ステッチの曲がりそんなないですね。白だからちょっとぼやけちゃうかもしれないですけど、綺麗に縫えてますよ、ここも。へー、襟ね。はい。で、うん、落としも綺麗だ。あ、綺麗に縫えてるぞ、これ。へえ。うん、1990円でここまでやってます、ね、1990円だね。ポケットの丸みちょっとこう角って角張ってるけど、はい、でもまあここのね、潰し、こう潰すしていくんですよ、折るときにカーブで、はい、でこのポコポコポコしてるじゃないですか、はい、ここをここが一番内輪差みたいな感じなんですけど、ここが一番シワが多くなっちゃうんですね。
はい、僕だったらちょっと細くしたりします、ここ。うん、でもこのまま1センチでやっちゃってるんで、ちょっとここがねシワがなっちゃってますけど、はい、でも綺麗に縫えてますよ。裾も綺麗だ、なんだシャツは僕大好きなんでね。1000円台でこれはちょっと、いやすごいな、今まで1000円台で一番コスパいいかもしれないよ、これ。これは着たいなと思います、はい、M サイズがちょっとぴったりですね。まあ別に今回もそんなサイズ見てないんで。でか、これ僕選んだやつですね、デニムコート、これいいなと思って L サイズちょっと大きめを選びました。ざっくり着たいと思います、これ楽しみ。僕選んだのさ2個ぐらいしかないじゃないですか、2個が。でこれマジかとこれ絶対わさびになってません？僕これ着ますっけ？まあ着ますよね。着ます？履きます？これいや、やっぱこのチャンネル、はい、ちょっとそういうところも踏み込まないといけないんですよ。うわ、食わず嫌いはいけないと。そうです、承知いたしました。はいこちらどうやって合わせようか。案外これが似合う可能性があるんですよ、何かに合えば。イージーパンツスモーキーピンク、これにだからさっきの白シャツとか合わせたらいいんじゃないですか。ちょっとやってみますか。白シャツあってもいいと思う、何でも合いそうだから。何でも合うんで、うん、ちょっといつもと違うのが出せるかもね。そうですよ、機会をいただきありがとうございます。はい、じゃこれ早速無印生活。でもこれ合計いくらでしたっけ今回？インターネットでこのワシコンのパンツも買ったんで、だいたい5万円ぐらい。あ、だから前のユニクロとほぼ一緒ですか？そうですね、これで1週間ちょっとやってみたいと思います。ちょっとこれ楽しみですね。これで一回寝てみます、このカポックどうなのかっていうところ。いやこれちょっと日曜とかに撮ってほしいです、うん、これ着てああそうですね、ちょっとこれどんな寝心地だったかっていうのも一回これレポートさせていただきますよ。はい、いい感じだと思います。そうですよね、うん、ユニクロのヒートテックなわけじゃないんで、うん、でも結構忖度しないですし、僕リネンそもそも着て寝てますから、きっとその差はあると思いますよ。もうリネン大好きな人が着てどうなのかっていうと、多分こっちがいいよって言っちゃうかもしれない。カポックがいいっていう可能性もありますからね、うん、そう、実はこっちだったっていう可能性もあるけど、まあこれもレポートしながら。無印やっぱこの無地だから合わせやすいね。前なんかミッキーいたもんね、ここに。それだとちょっと僕も着れなくなっちゃう。コメント欄ミッキーしかなかったです、うん、ミッキーしか今回シンプルで僕は好きです、まあ、あとカラーリングでちょっと合わせるかっていうところですよね。こういうところでね合わせて早速じゃあ着てみようかな。はい、ありがとうございます、はい、何で着てるか。 何着るんですか1日目。いやーやっぱり最初からさ、最初から飛ばしてもいいですけど、うん、これは明日出張用だよね出張って決めちゃった、うん、やっぱデニムパンツかな。おー、これ履きたいです。あれ1週間にしては中身少なくない？適当に入れてったらまあこうなったっていう感じですけどトップスがないね。だから前と同じ感じでワフト合わせていいですか？ワフト合わせてもいいですっていう。了解です、了解です。じゃあなんとかいきます。あ、だから確か入れなかった理由が、はい、ワフト似てるものがいっぱいあったっていう。あ、シンプルだからね。そうなんですよ、だから出映えがそんなしないなと思って、じゃあワフトでもいいやっていう。天然繊維なんで。そういうこと、まあそれもあるよね、はい、うん、この中でまあ試してみたいものも何個かあったし、入れてくれたのもこのあったかコットン、これもちょっと気になるんで着てみますね。じゃあちょっと着替えてきます。はい、はい、ありがとうございます。トップスがないねいやもうちょい買っとくべきでしたね。そうだね、まあでもいいんじゃないですか。そうですね、うん、シャツか、これ何回もシャツ着ちゃうかもしれないね。まあそうですよね。このシャツはでもすごいわ、もうこういうしっかりとした生地だからそんなに悪く見えないもんね。で中にあれ、中に書いてないじゃんね、どこ製とか。ないないんですか？うん、あ、こっちに書いてた、ベトナム製。ベトナム製か、やっぱ多いねベトナムはね。最近はだからベトナムしか聞かないですよ。うん、やっぱここも世界の工場だね。この価格はもう無理だ、だって時給で終わっちゃうもん、うちだったら。で必ずこのシャツって多分定番で用意しておくものだと思うんですよ、無印さんだったら。あ、こういうとこに書いてあるんだ、スタンプみたいな感じでこういうとこに書いてあるんだ。これはいいね、僕らもこれちょっと真似したいな。多分お金かかっちゃうと思うんだけど、まあでもできないか。これなんでできるかっていうと、その作っといて、はい、で工場に送るでしょ。だからできるんだけど、僕ら作っといてこの専門の工場に送れないから。これスタンプってこれ印刷なんですよ。そこはなんか手間かかってる感じしますよね、うん、ちょっと転写みたいな感じだねこれは、はい、これは無理だ。でもこれによってさ、あの中にあるさタグみたいのをさ、カサ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 するの嫌じゃない。そうですね、うん、それが解消される。これいいと思う。僕らも資本力があってしっかりと作品をさ、もう前もって何千枚って用意できたらこれはいいと思うんだけど、はい、僕らってほら1日に 何枚しか作れないじゃない、はい、縫製の今職人が20人いないぐらいなんですよね。20人いないね。それで1日回してもさすがに無理だね
さすがに回れないね、はい、で昨日もさ再販したんですけど LINE を飛ばすじゃないですか。再販始まりましたってお知らせするじゃないですか。でしたらやっぱりすぐ売れてしまって数が作れないから、うん、うちらなんかもう YouTube にそれを出す前にそっちで売れてしまうっていう感じですよね。いや本当にさ、その一人本当に何枚っていうのを作ってるだから一人で何十枚も作れないんですよ一日。だから再販しましたって言って売れてしまったんで LINE の方にどうやらお叱りの声があったみたいなんですよ。あ、そうなんですね。うん、その殿様商売してるんじゃないとか買えないのにみたいなちょっとこう お叱りの感じが来たみたいなんですけど、そこで LINE のさ担当してる人も丁寧にお返ししたんですね、まあ、僕たちはクイックの自重生産してますと、はい、大量生産しないために、まあ、無駄をなくすためにね、これ YouTube 回ってるんですよねこれ。回ってますよ大量生産しないためにクイックで自重生産してますってことを伝えて、でそれやっぱり作り手の尊厳を守るためじゃない。なんか作ってる人たちがさ何のために作ってるかって分かんないですよ、僕もそうだったんで、メーカーさんがいてメーカーさんのために作ってるみたいな、それと大量に作って渡したけど全然尊厳がないっていうか、うん、はい分かりましたみたいなものもないと当然でしょみたいな感じに関係性になっちゃうんですよ。多分ものづくりしてる人って OEM やってる人は多分そんな感じだと思うんですよ。工場に勤めてる人って大体そう、はい、でも僕たちはお客様とダイレクトにやりたいしつながりたいし、でお客様の声を聞きたいから少量で作ってしっかりとしたものをお届けするってやってるんですけど、それによって逆にお客様から買えねえぞこの野郎っていうのが来ちゃって結構嫌じゃないですか。でもそれと同時に多いのがその買えないのも含めて待ってる時間も価値として考えてますっていうお言葉も多くて、はい、これがこうせめぎ合いなんですね僕はちゃんとしたものを届けたいしそうでありたいし、やっぱり僕が考えるのは作り手の尊厳、そのためにこのクイック自重生産やってるし、在庫を持ってしまって倒産した会社さんってたくさん見てるんですよ。ある程度在庫をもし持ったとしても、うん、持つ前に販売して売れてしまったらそれそれでいいんじゃないかなと思う僕の考えですけどね。大量に1000万枚作りました、さあ売りました、でそこから300枚を残りました、でそれをじゃあどうするかってセールしますって言ったらさなんか嫌じゃないですか。しっかり作ったものがセールになっちゃってるっていう、僕たちに作ったけど何半額マックス 80% オフ、いやーそれ全然価値、僕らの価値なんですかってことになっちゃうから、そこをやめたくてこういう生産してるんですよっていう。あ、でもこれで伝えるのはいいね。まあ、そうですね、 YouTube でね、なかなか伝わりづらいですからね。なかなか伝わりづらい、やっぱそういうお客さんも多いんですよ。逆にその何十パーセントオフが当たり前っていうことを感じる人も絶対多いと思うんですよ。あ、そうだよね、絶対シーズンオフになったら何十パーセントオフ、マックス 80%、90% オフになるのが当たり前ですよねと、はい、いうことは僕たちしてないんですね。セールしないっていうと、そもそもそうですねそもそもセールしないで販売してですね、その金額を皆さんに分配するっていうことですね、はい、それを愚直にやってるっていうだけでございまして、 そうですね、そこにお叱りが来るのもちょっと僕たち的にはですね、ちょっとそこをお付き合いできないなっていうところがございますね。それよりはそれも含めてお待ちしておりますと、一緒に人生歩んでいきましょうっていうお客様に届けた方が僕も幸せですし職人も幸せです。職人もね、20代の職人からいますけど、地方から越してきてね、地方じゃない、ここが地方かここが地方です、ここが地方か、地方から地方っていうパターンって感じですね。あれね、東京とかから越してきてですね、ここに移住しながらやっていらっしゃる方もいらっしゃいますし、そういう方が何を目指したか、そこを大事にしたいです。僕は尊厳が欲しい、そっからスタートしてますからこの会社、僕が受けたその理不尽なもの、服は作って当たり前なんだと、そういったものはもう僕だけで十分です。ここから先の若い人たちはそれをもう取っ払ってですね、ここからスタートしていただける、私たち尊厳がある憧れの職業なんだっていうところ、そういう自分なんだっていうところ、はい、だからそういう方たち、その今までのマインドの方たち、そういう方たちはね、ちょっとごめんなさいっていうところがございますというと、はい、ちょっととりあえず矛盾しきませんなんかもう回ってるからさ、ちょっとかしこまっちゃったよもういやもうラフでいいですよ、ラフでね、はい、はい、ちょっと行ってきましょう、はい、白シャツね、じゃあ中はこれで、これできっちりと着てきます、はい、はい、お願いします。はい、着替え終わりましたシャツ着ようと思ったんですけど、僕もこのシャツと見栄え変わらないんで、こんな感じで、このデニムね気持ちいいですよ。俺一個試してみてほしいことあるんですよ。ライトグレー、このベレー帽3990円だ。あ、まあまあするんですね、うん、でこれにこれをしようとどうなるのかっていう、あ、これね、これで無印をまとえるのかっていう感じですよね。あれ、これ結構もしかしたらなんかあれなんか絵描き職人みたいになってません作
使い勝手いいんじゃない、このぐらいのサイズ。そうですよね。これ無印さん分かってるわ、これいいと思うよ、これこのぐらいのやつ俺欲しかったんだよ、きっと。うん、はい、お財布と携帯とね、あとハンドクリームだよ。まあでもちなみにもうちょい色を抑えたやつありましたけどね。あったのねそれだと思うよ、俺がつけるのはそれだと思うよ。でもこれいい感じだよこれ完璧ですよね。うん、あ、これで出張行きましょう、このジャケット着てそうですね。で、まあ、これで過ごせばいいですよね、今日はね。あ、そうです、もう、うん、上から下までこの格好です。はい、これでお仕事もしますし。いや、このパンツワイドだけどね、すっごいウエスト深い。今こういうもんなんだよね、はい、勉強になります。そうですね、うん、あ、これこんなに深くて今いいんだと思った。あ、でカポックってもう全然カポックの良さがわからない、うん、あ、いいのか悪いのかだよ、それは。麺みたいだから全くわかんない。あの、僕ファッションコーデの人じゃないから、あのセンスがあるとかは本当わかんないです。あ、これを参考にしたら ダメと言っちゃいけないですけど、うん、まあだから視聴者さん の、うん、なんかそのお好みでっていう。そうですね。でもまあこれがポイントなんだね、細くん。あ、それがワンポイントになるんですよそうだね。これがなかったら多分つまんないんですよ、絶対に。あ、そうなんだか。視聴者さんがこの絵を見て、そのカバンがあるからちょっとこれでね面白く見えたんですよね。これで綿貫もなんか絵描いてる感じですよね。うん、これでなんか職人仕事やったらいいのかもしれないね。ああ、そうですよね、うん、ちょっと縫ってみようかなんか面白いですよ、その格好で縫うのもよくいいですよね。最近ね、やっぱ経営者になってさ、こうやって現場で縫うことって本当に減ったんですよ。あ、でも一応企画で一個考えてますよ、面白いやつ。何？縫う系の企画。え、縫うの？ありますよ、一個。最近ほんと減って、でもほんとこれだけで食べていけるんだったらずっと縫ってたい本当はね、本当はそうさ。この YouTube のおかげで多分実現可能になります一応どういうことですか、どういうことですか。で、この社長の縫う姿が重要になるんですよ。へえ。こうやってミシンを降りたから、まあ、経営ができるようになって、それはそうですね、目がこう広く見えるようになって、はい、で今があるんだよね、うん、これもし僕降りてなくてずっと職人やってたら今のこれはないですし、この実店舗ももちろんないと思う、はい、で多分ずっと貧乏だったと思う、うん、心も貧乏だったと思う。一回そこでやりたいことをやめて、この茨の道に行くと決心してですね、覚悟を決めて行ったからですね。で振り返ってみるとやっぱりこれ好きなんだよね、縫うのがね、はいやなんか一個企画でやりたいのが、うん、生地買いに行くとこからちょっと服作ったらおもろいのかなっていうのがあるんですよ。生地買いに行く、買いに行くとこからやったら、まあ、今度これ動画やりますけど、うん、そういうとこからやったら面白いのかなっていうのを一個考えてるんですよ。へえ。例えば技術は水もんだからね、そうこんだけ何年もブランクがあるともうやっぱり全然下手ですよなんか全盛期に比べるとやっぱりそこ落ちるね、感覚だけだから。そうなんですよ、あのさっきやってたじゃないですか、はい、セルジオ越後さんが言ってましたよ。あ、知ってる？知らないか。知らないですもん、知らないその世代知らないですもん。あ、俺他のサッカー選手とか興味ないっていうのがありました体力は落ちるけど技術は落ちないって言ってたんですよ、続けてれば。続けてれば で、ね、でも続けてなかったからダメですね、そこは。あ、それは分かりますね、うん、やんなかったら体力落ちます、うん、だけどリフティングとかって、うん、昔できてれば多分今も多分ずっとできると思う、うん、ずっとやってればね、ずっとずっとやってればそうだよね。多分今でも多分リフティング100回くらいだったら多分できると思うんですよ、全然。うん、消えたの感じですよ、それそれ。あ、もうこれだけやって楽しいわこれが何にもお金なんだけど精神の集中になるよ。へえ。うん、同じところをずっとぐるぐる縫うっていう。いや、俺これ昔小学校の時にトートバッグ作った思い出があるんですよ。ああ、家庭科で。うん、そうっすよね。もう壊れちゃいましたよねあのナップサックってやつじゃない？いや、こういうやつじゃない。こっちっすね。え、そっち側だったの？持つやつですよ。ああ、そう。で、その中に本とか入れてたんですかね。うん、だから重いもの入れると無事って縫いが甘いね。一応だから二重に多分やったんですよ、うん、覚えてる限りですけど、多分社長が言う縫いのピッチっていうんですかね、うん、が多分めっちゃ緩いんでしょうね、こんな感じっていうこういう感じね。あ、そうです、うん、感覚がっていう感じですよ、うん、だそんな俺早くやってないと思う。めちゃくちゃ緩くプツプツみたいな。あ、これ早く感じる？あ、感じますよね。あ、そうなのか。もっと遅いと思う。も
それ目が見えないですか。あ、そうそう、もうね今目が見えないですよ。これね眼鏡作り行ったんですよ。もうね老眼だってもう老眼なんですって、はい、で早いですねって言われた。あ、そうなんですか、うん、ちょっと年齢と比べて老眼かなり進んでますねって言われちゃいました。これ代償だよ。まあそうですね、うん、やっぱね人よりも長い時間デスクに張り付くし、と多分労働時間って僕16時間なんですよ1日長いです、ね、長いですよね。その16時間今15時間ぐらいか、16時間っていう期間もあったけど、はい、今最近はちょっと少なくて、うん、そのぐらいかな。やっぱそこはね慣れをね酷使するからね目を、うん、でもそこまでしないとたどり着けないんですよ、うん、そうですよね。そうですね保坂君夜やってるもんね。わかりますね。そうですよね。そこまでしないと夢とか希望なんてものはもうたどり着けないんですよ。でも待って、俺もこの前 Wi-Fi 探してさまよいましたもんWi-Fi でね Wi-Fi でさまよいましたから Wi-Fi だからもう昨日電気屋さんって買いましたもん Wi-Fi を。違います、有線と、うん、あのパソコンをつなげるやつ買いました。あ、そう、 MacBook と。あ、早く転送するように。もう速さ重視なんで。うん、このそうだよね。要は最近長い時間の動画多いんで。ああ、だから要は前の15分とかあったらポケット Wi-Fi で十分だったんですよ。ああ、確かに。もう今その次元じゃなくなっちゃって、回線も俺に追いついてないなって感じですよね、うん、いいね、こうレベルアップしていく感じで必ず負荷がかかると。あ、そう、今日朝僕言ったんですよ、あの他の社員さん呼んで、まあ保坂君いなかったけど、保坂君ここ出勤だからね、いないけど言ったんですよ。必ず成長するときは負荷かかると、負荷とストレスかかるから、でそれを受け入れて、いや乗り越えようとした人だけがたどり着くんだと。分かってくれてるか分かんないけど必ずその Wi-Fi もそうだよね、自分に対して負荷つかかったりしたんだよね。そうですね、うん、だからもうそれで動画がダウンロードできたのが夜中だったりみたいな、うん、思いますよね。これでそのレベルアップしたから次のまた新しい冒険の旅に出会えるじゃないですか。はい、いや僕も最近ね新しい出会いがたくさんあって嬉しいっすよ。なんか僕がなんか分回してる感じします、なんかいろいろ。まあね、結果的にまあそうなんだけど、そうじゃなかったら出会いのも出会えないものもたくさんあるかななんて思ってる。あ、多分この動画の最終日やばいっすよ。最終日？最終日やばいっす。7日後。7日後。なんかすんの？あの、いろいろ仕組みました。ほんと？なんかさ、なんかさ、面白いね。この前も急になんか千葉県まで行くしさ。最近はそういうことばっか考えてない。でも、なんかどうやったら視聴者さんが面白く見えるかなっていう。あ、何？もうテレビ番組作ってみたいなこと言ってるじゃん。なんかコメント欄とか見てると難しいんですけどね、結構。その、オタクの人多いんで。あ、洋服の？そうですね。あ、そこは保坂君ついていけないよね。そこはちょっとだからついていけないんで、うん、いや僕も洋服のことは詳しいわけじゃないから、僕から言えるのは服の縫製から見える世界だから声だから、それ以外言えないよね。そうですね、うん、昨日のだから動画でもだからアウトドアのブランド出したんですか、うん、はいはい、あれで、うん、まあ、ちょっとなんか詳しい人がいっぱい出てくるんですよ、コメントの、はい、だからゴアテックスはもっともっとこうなんでみたいな。ああ、そかそか、っていう人もやっぱいたんで、うん、そこはなんかちょっと難しいな、難しいな感じがしますね。多分保坂君の目的としては幅広い方に、まあ、業界なりこういうことがあるよっていうのを知っていただくっていうっていうのが僕の仕事なんで。そうだね、幅広い方に、だからそれは全てそのコアの人たちに満足いただけるようなのは多分望んでないと思うんですよ。あ、そうですね。そのチャンネルだったらもういくらでもあるんで、いくらでも。確かにね、確かにね、本当に専門のチャンネルあるね。ここは多分通過点だと思うんですよ、そのチャンネルは。あ、そうだね、まず知っていただくと、はい、こういう世界があってとか、服ってこう作られててとか、まあ、こういう環境で作られててとか、うん、海外のこういう状況ですよとか、はい、そういうのが知れたら僕はいいかななんて思うんですよね。そうですね、うん、そういうのは今後ちょっと僕がね企画を考えていろいろやりたいなと思うんで。 ありがとうございますっていう感じで、うん、またね明日動画回したいと思います。はい、すいません、失礼します。社長、ありがとうございます。ということで今日無重視生活2日目です。合わせましたよこちらなんかすごい格好しましたこちら、こちらでございます靴下ちゃんと緑ですね。初めてこういう色、初めて、靴下もこんなの初めて。ガチャガチャしてます。ガチャガチャしてるけども白シャツがなんかオブラートに包んでないなんかギリギリですよ。ギリギリオブラートに包んでますよね。なんか喧嘩してません？服同士と思うじゃないですか、はい、白シャツちゃんがですね、まあまあとお互いをね。いや、緑、まあまあ、緑、ピンク、黄色ですよなんかわかんないですよ、僕イメージです勝手な。下北沢に行ってないですかいや下北沢の感じじゃないですか。
分かんない、下北沢の方に失礼かもしれない、知ったことないんで分かりません僕もイメージですよ、はい、イメージですけど、これなんか白いのがいいね、白いのがみんなをさまとめてるんです。多分これファッションの分かる方、ファッションの方に見てもらったらいいです、コメント先に、これも見てもらったらいいんじゃないか、すいません、あ、お忙しい中ありがとうございます、今日はこういうコーディネートで一日過ごそうかなと思ってます。無印良品さん、靴下もです、はい、靴がすいません、これしか今なかったんで、はい、この黒なんですけど、はい、本当はこれちょっと革靴で行きたかったかなとか思いましたけど、あー、なるほど、はい、でもまあ僕のイメージですよ、勝手なイメージはこの白いシャツがみんなをまとめてると、みんなをまとめてる、バラしてるのかちょっとどういうことですか、カバンも、カバンもです、カバンも無印です、これいくらだったんですかね、これ1000円くらいですか、ね、あ、本当ですか、むちゃくちゃ使えそうです、これでいいんじゃないかと思いました、今までのものすべて横やりで入れました、このカバン、あ、そうです、これでも細く入れてくれなかったら、もう勝手に入れてくれなかったら分かんなかった、これはなんかなかなか使えるいい大きさです、いや、まとまってますよね、せめてカバンと靴下の色をちょっと合わせてほしかったですね、ああ、緑緑か黄色黄色みたいな、うん、そういうもんなんだね、どっか一つ合わせないといけないですね、なんかね、全部違う色ですもんね、いや危なかったですね、これ東京行かなくて、これダメなのいや、際どいとこですよね、僕は着てみて、コーデしてみて決まってるなと思ったんですよ、結構イケイケのなんか売れっ子の画家みたいになってるなと思って、そうですね、いいですよね、あの目指してるところはどこなんですか、だからまあ僕一応デザイナーですからファッションデザイナ ー、もう俺が時代だみたいな、俺が時代だって、でも着心地がいいです、やっぱ無印いいですよ、このシャツの感じ、この肌触り、これは僕の体受け付けてます、あ、形はすごくいいね、うん、これが1990円、そうです、安いんですよ、一番安いです、1990円、うん、えらい安いですよ、安いですよね、びっくりしました、こんなに安いんだと思った、うん、このクオリティで、でもちょっと君たち考えてみて、安いいいって済ましちゃってるのが君たち今ね、保坂君、保坂君に言っとくよ僕は、はい、これが提供できることによってだよ、安く働いてる人がいるってことを忘れずにだよ、そこに尊厳はあるのと僕は常に言ってるよね、うん、そこに尊厳あるんですかと、それがあることを忘れないで、もしかしたら低賃金で働いてる可能性がある、ね、ベトナムだったら今ね、どんどん発展していくところだけど、うん、まだまだお安く働いてるところもあるってことがあるんじゃないかっていうところが、うん、いくらでじゃあ作れてるんですかと、何百円いかないかもしれないってところですよ、ね、レジに行く前に一旦止まってほしいですね、これはこれでいいのかなって、誰かが泣いてないですかとかを考えていく、でもこう来ると幸せなハッピー野郎じゃないですか、うん、ハッピー野郎と思いますよこの感じだとだけど一回考える時間があってもいいんじゃないでしょうかというところ、僕は伝えたい、ね、作りとしてね、うん、ただ私は職店員として、はい、店長、接客はちょっとご遠慮させていただきたいですかね、こういう人がこういう方が来たらちょっとね、大きな壁があるかもしれない、ワフの服どれがいいんですかっていう主張が強いかね、うん、ね、自己主張が強いとね、うん、どれが一番いいんですかね、このピンクのパンツに合うの何ですかですよ、ね、だからどこを目指してるのかわからないです、ファッションのカテゴリーの中でどこに向かってる人なのかがわからないってこと、総合芸術家みたいな、そうですよね、だから芸術家ってここにかざしてくれればいや、かざせないでしょ、でもベレー帽でギリいけそうな気しますけどね、これね気に入りました、これ3990円なんですよ、です、ね、これより高いし、はい、このパンツより高いんですよ、えっと思うじゃないですか、ね、びっくりしましたもん、なんでパンツより高い、もちろんこの靴下より高いですよ、一番高いよこれ、はい、あ、そう、一番高いだよね、でもこれ気に入っちゃった、なんか僕違う人になれたような気になって、そうですね、うん、別人です、ね、別人格、はい、これはコスプレイヤーのあれなのかもしれないね、気持ちなのかもしれない、いやそこそうなんです、明日池袋に行ってみよういや秋葉じゃないですか、秋葉なのコスプレイヤーは、アニメートじゃなくて、あ、アニメート秋葉っすよね、あ、そうなの、秋葉原ですよ、アニメの聖地は、ちょっと明日出張だからちょっと覗いてみて、どんな気持ち、僕のこの気持ちと合ってるんでしょって伝えたいこれでしょって、いや、コスプレイヤーは、うん、アニメのキャラクターの気持ちを再現してる感じですよね、これ何を再現してるんですかどこ目指してるんですよねそう、だからもう自分自身が別の人になったって、うん、なった感じです
あ、僕は綿貫陽介ではない。芸術家綿貫、綿貫になってる可能性が高いし、なんか何でもできそうな気になってくる。あ、これ多分そうだと思うよ。あ、そうだね。なんかコスプレやのしてる人の気持ちはちょっとわかります。あ、なんか技出せそうですし、ね、うん、出せそう。なんか剣とか持ったらそっからさ炎がこう出てきそうだし、僕だったらなんかわかんないよ。なんかスケッチブックできそうてかですよね。大丈夫、うん、あのカチャカチャとか出てこない。何ですかカチャカチャって。なんかこうユーフォーキャッチャーのカチャカチャっていう。わかんないっす。でなんかそのカバンから色鉛筆できますもんね。いやないよ。ないない。これでもよしこさんから見て、うん、夫がこれだったらどう思うんですか。個性あっていいですよね。いや僕は結構近づきたくなる、まあね、気持ちがねほら整ってればいいんじゃないですか。すっと落ちてます。だから僕じゃないから、今までの僕じゃないから。うん、これはこれでいいと思う。ただ、うん、もしね、もしですよ、一緒に歩くとしたら、はい、ちょっと変えてほしい。ちょっと変えて。今まで言ったことないじゃんそういうの。ちょっとちょっと変え、ちょっとだって私には免疫がない、うん、ね、うん。そういうと無地さんに失礼だと思いますよ。なんで私は。でもさ、これにさ、あの革ジャンとか合わせたらかっこいいと思う。すごい濃いね、濃いね、それはね。いや濃すぎますよね。濃いね。え、そう？逆にもっと上行っちゃってんじゃないですかこの人。もうだって革ジャンに革靴でさ、かっこよくない？ちょっと想像してみて。上と下が合うってことですよ。要は。だからふわふわ系と、ね、レザーのかっこいい系のミックスかっこいいじゃない。そうなんですか。そしたらまあ研究家になりそうですけどね。ちょっと進化しそうですね。芸術家から。僕何になるんですかそれ。進化して進化して何になるんですか。レベルアップじゃないんだよ。レベルアップしたいために服着てるんじゃないんだよ。これはいわゆるこの服っていうのは多分だけど、心の中の現れたものが服装だと思う。あ、そうでしょうね。はい、だと思います。気持ち、私もそう思います。そうですね。気持ちだと思います。うん、今気持ちがこうピンタック、うん、リネンのシワっとしたのを着たいと、うん、っていうのだし、もう保坂君なんかもう今日もうダラーンとした。スウェットスウェットに、まあ、黒黒ね、もうこうなっちゃう。合わせるのがだるいなってなった時はもう一色統一ですよ。そうだね、不作の服装を見せてやりたいわこれ。いや、これは見たくていいですね。本当にファッションどうでもいいんだなっていう格好。いや本当にどうでもいいです。格好してるのがいいです。これこうね、アパレルの会社ですから、うん、会社で一番そういうのが必要かもしれません。あ、そうですね、うん、もう何にも興味ないわと。僕は今日も動画撮って、これを編集したいんですっていうのだけだからね。いいと思います。仕事を戻っていいですか。これでみんなに会わなきゃいけないです。ああ、そうですよ、うん、まあ、まあなるほどね、みんな受け入れてくれてると思う。伊沢さんは何て言いますかね。でも素敵だよって言ってくれてる。そう、うん、でもこれちょっと一回伊沢さん見てもらえばいいんじゃないですか。呼んできます。またまたやる。あ、 これはちょっと一回見てもらったらいいですよね。この動画の中身すごい多分濃くなりますよね。でも思いのほか値段とか関係なくて、こんだけしっかりとしたものがこんな値段で出せるっていうのは僕は本当信じられないね。着てみて思うけどやっぱいいよ、うん、シャツが特にこれ好き。かなりね、目が細かい網で、だから肌弱い人とかもこれでいいですね。これでいいね。それはさ、他のもの高いって言われちゃうよ。言われちゃうだろ、2000円だぜ。2000円思えないじゃん、なんか着てたら。こんな人がさ、こんな人が いててさ、2000円で思えなくない。いや、わかんないけど、わかんないよ。わかんないけど、なんか着てる人のオーラにも言えますよね。オーラぶっちゃけある、後ろにある。あ、ありますよ、一応。でもなんかそのカバンでちょっと安っぽく見えちゃうっていう。安っぽく見えちゃうか。これすごいなんかいいなと思ったので。安っぽく見えちゃうかな。でも好きだな。こんなに気軽にファッション楽しめるんだね。それみんなやってるんだ。いや、わかんないですけど、ね、いいと思う。この楽しみ方してるんですかね。おっす。ありがとうございます。あら、今日僕この格好で仕事をします。あれ、これ、お、あ、どうかと思います。これ、これどうだったんですか。あの、選んだ。ああ、そうですね、まあ、適当にまたぶち込んだ系です。シャツは僕ですね。ああ、ちょっと社長が介入してしまってる。僕は 2着3着。足首の角度変じゃん。なんかこの服着たらちょっと違う自分になってるんですよ。いや、違う自分いいけど角度でしょ。これ、ね、いつもこういうの格好もしないじゃないですか。なんか違う自分になれます。ああ、そう。それは何がそうさせるんだろう。やっぱ靴下。靴もしかしたら靴下、ね、わざと見せるっていうロールアップしてますよね。そうですね、うん、
でこの僕入ったことのないこの色ですよ、緑とピンク、うん、これをなんか違う自分にさせてくる、すごいね、うん、でこれ無印さんなんですよ、うんうん、無印いいいいですか、うん、あのいいっていうのは僕の肌が許してくれてます、あまだ許容範囲、うん、このシャツがいい、ああそうなの、うん、1990円、めちゃ安いですよね、素材は綿100です、綿ですけど安っぽくない、ああ確かに、うん、それがいいよね、構成どうですか、構成もね悪くないんですよ、細いステッチ打ってあって、うん、悪くなかった、でここまで、まあ、縫製も良くて この安さでしょ、うんうん、どこで泣いてんだろうってずっと思っちゃう、もう逆だよね、いいいいじゃないのよ、どこで泣いてんすかと、うんうん、泣く人誰ですかと、誰かが泣いてる、誰かが泣いてるよ、それは誰かは泣いてる、どこかが泣いてる、どこかが泣いてる、大体がこの業界作り手だから、生地って大体値段決まってそこも泣くんですけど、手間かかってるとこどこってなったら、これ生地作るの機械なんですよ、縫製するところは手なんですよ、人の手なんですよ、ここが一番泣いてるっていうのが僕自分でやってみて思ったんでね、いいよいいけども、そこをもう一回考えね、うん、と思うよ、消費者はね嬉しいかもしれないけどね、安くてね、そうただっていう、そうただそこに尊厳はありますかと、泣いてる人がいるかな、そこもずっと、僕たちはそうでなくしたい、ねね、やっぱりこう利益の分配をしますし、そこにあのやりがいとかね、これ収めた時にさやったぞというのが欲しいと、伊沢さん的には一緒に歩けます、いやもう好きだよ、いや歩けるけど、なんかさっきからもねずっといい話してもらってるけど、あのベレー帽のサイズが気になってた、そうあのね、あの私もね全然入ってこない、そうなんです、何なんですか、あのねでかないですか、これ大きくないかな、これ普通にこうすると本当にキノコになっちゃうからね、社長困りそうですよね社長か頭小さいからかな、なんかこれ大きく感じるね、ワンサイズです、ワンサイズ、ワンサイズなんだ、いやハンチングみたいにならないよ、いやなんないよそれはベレー帽はどこまで行ってもベレー帽、でも結構気に入ってます、僕これ一番高いですよこの中で、あ本当、うん、3990円、ウールですね、もうこのパンツより高いです、1000円も、パンツがおいくらだったの、2990円、そうなんか社長最近というかベレー帽に目覚めてるからね、うん、はいはい、一時期はトレードマークにしようかっていうぐらい思ったの、チェ・ギュバラみたいにしたいと思って、うん、キノキオみたいだけどね現状はそう見えなくもないですね、現状はね、キノキオ、これだったらこの間映画出てましたよねってマリオのね、一緒にピーチ姫と戦ってこれだったらでも近づきやすい、はいっつって朝待ち合わせで、そうですね、代官山あたりで、そう代官山なのこれ分かんない、東京だったらあるかもしれない、 ありかもしれない、うん、いくらでも山梨だとちょっとある、思ったこの前東京行ったら何でもできちゃうね、そう何でもできちゃう、何でもできちゃうってか、ミッキー来てもまあ違和感ないじゃない、違和感ない、違和感ない、だからピノキオがいても別に違和感ない、そうだねかもしれない、ねこのあたりでいたらすごいことだね、ここにいたらこの辺りじゃん、この辺りじゃ本当浮いちゃって、これでいたら本当浮いちゃって、あ、キレも触れちゃったのか、もしくはすっげえ目立ちたがり屋かなんかって思われるもんね、だからこの田舎で住むんだったらね、やっぱりねもう無彩色一番そうね、無彩色一番、そうか、うん、ただものではないなって思うんですよ、そうだね、なんかしてる人になっちゃうでしょ、そうですね、あこの辺だったらね、うん、だったら絶対に不思議ですよね、この辺だったらただものじゃないって見えるのに、見えちゃうですね、あの東京行ったら別に普通の人、別にね、うん、何も思われない、通り過ぎて、通り過ぎて普通の人ですよね、うん、その人に何も求めてないですからね、何も感じないですもんね、いくらでもなんかいろんな奇抜な人いるから、ね、そうですよね、ちょっとピノキオぐらいじゃ何も、うん、目に留まんないっていう、そういう文化すごいいいよね、東京マジックってすごいですね、そう多分ね、僕の弟がね東京に住んでるんですけど、うん、きっと多分それで東京行ったんじゃないかなと思ったんですよ、ああ彼個性的だったんですよね、こっちじゃ入れれないと、もう高校卒業してすぐ行きましたから、大学も山梨なんですよ、山梨の大学もなんか関わらず東京に行きましたから、うん、で東京から通ってるんですよ、うん、あそうなんだ、そう国分寺駅のあたりに住んで、毎日 U ターンみたいな、そうそう U ターンみたいな毎日 U ターンしてる、うん、アルバイトしながら、まあ、せいせいやったと思うんですけど、そこまでしてだと、東京から住まれたじゃないですか、うん、全然違うじゃないですか文化が、この辺りはコミュニティもわりかしいいですけど、うん、その辺りがね窮屈な人もいるってことを逆に、それがね、受け入れられないと、うん、自分の個性を、うん、じゃあ東京だとなりますよね、うん、それも分からんでもないと、だから渡辺多分個性が強かった方だと思うんです、強かったけど山梨に残ったらどうだったか、ここ面白いですよね、うん、そしたら結構その学校とかでこいつやばいんじゃねえなったよね、うん、
なったし、同じ仕事場でしたよね、はい、仕事場でしたけど何て言ってました上司の方。天才かバカの紙一重秀逸本当にねその上司、はい、ね鋭い、はい、上司今すぐ別れなさいって言われました間違っても結婚なんかするんじゃない、はい、そうです。本当に一番上の上司に今すぐ別れなさいって言われました。別れなさいと。別れなさい、綿貫とお付き合いしてるんですって言って、はい、あれなんですよ、職場恋愛だったんですよ。職場恋愛に職場結婚です。そうですね。あ、そう、はい、で、そこで、まあ、ある日突然呼ばれますと。呼ばれるの？呼ばれました上司から、ね、上司から呼び出し、そう、呼び出しされてちょっと来なさいと。綿貫と付き合ってるようだけど、うん、あいつはやべえやつなんですそう、やめろと、うん、で、まあ、悪いことは言わない、うん、今すぐ別れた方がいいって言われてたことがありましたけどね。すごいですね、うん、プライベートに結構そうだからもうね心配してくれた。それぐらいやばいと思う社長何したんですか。いや何もしないよ本当一平卒のアルバイトでしたから。その時店長かバイヤーとかやってて、うん、そうですね僕の上司でした、うん、で僕は本当に普通に朝バイクで出勤して、うん、アルバイトでずっと社員になることもなく本当に一平卒の時給最低賃金やってたっていうそうですね。でその時にいつもその会社で日報を書くんです、うん、でその日報を、はい、綿貫陽介って書いてある日報を出してきて、でどれだけやばいやつかっていう証拠見せる、証拠を見せられて、これだけ読んでみろと、これだけやばいやつだから本当にお前考えた方がいいぞって言われたことがありました日報書いてましたっけ。日報書いたんだろうね。長野県知事に対して書いてましたその当時ね、日報でしょ、日報です、日報の、ね、うん、もう全部に長野県知事のことを書いてた記憶があります。会社と関係ない近隣の県のなんか社会の問題をこう定義してそういうことだと思うんだっていうのをやれて書いてたわけじゃないですよね社長のだけ、うん、そう違うの、みんなと同じ日本でしょ。日本今日はまあね、こういろいろこんなことをしてみたいな、あ、業務がね、売り上げがいくらでとか、でっていう問題定義しろって言ってないんですよ世の中に対して日報を書いてください、そうそうそう、日報出してくださいって言ってるんですよ会社は。でそのもう一つはラーメン屋さんの売り上げに対してなんか書いてたんですよ覚えてないですけど、服屋だよこそうだね、ラーメン話してないんだよ。そうだね、うん、その確かそうだ、そのお店というのは山梨にあったセレクトショップで、うん、その結構有名なブランドがねあるバブアーとか、多分塩瀬さん知ってる方はねいるかもしれない、オールデンとか、うん、まあ、ポールスミスとか、まあ、そういうセントジェームスとか、うん、ね、そうですね、パタゴニアもあったし、まあ、いろんなことが あったお店だったんですね。で山梨の情報発信地みたいなところだった、うん、まあ、そこで当時働いてたんですけど、僕はそんなことしたんだね。してたんでしょうね。全然何もしてなくなかったところですね。まあまあまあ、普通にお仕事してましたよ、まあ、ね。ただお客さんいますよね、たくさんね。社長に会いに来る、当時社長じゃないけど、ええ、綿貫君に会いに来るお客さんが結構いらっしゃったんですね。これが面白くてですね、毎晩のようにですね、誘っていただけるんですよ。ちょっとこの後飯でもどうだ。そうなんです、そうなんです、うん、飲みに行くかな、はい、うん、そうなんです、そんなことがございましたね、うん、ハンバーグ屋さん連れてもらったりとかですね、うん、いろんなところになんか東京のどこどこのクラブに行くよとかですね、山梨からですね。よくそのやばいのが面白いのか、やばいの知らなかったのか、わかんないですね。可愛がっていただいてですね、うん、だそれもあってもしかしたらずっと万年アルバイトだったのかもしれません、うん、上司にしてみたらちょっと、ね、やばいっていうことでしょうからね。抜けたら面白いなのかもしれない、うん、そうそうそう、僕も最初ね、うん、初めて会った時は、まあ、やばいと思ったし、そうなんですか、そうですかやばいと思ったし面白いとも思ったから、そうなんですか。そう、あ、やっぱその当時からやっぱそうだったんでしょうね。それはもう脈々とずっとそうなんで、うん、小さい時からそうなんで、これは本当わからないんですよね。今思い出したのが、はい、初めて私の部下になった時に、はいはい、私コーディネートをお願いしてたんですよ、はい、その時、まあ、スーツのお店ですよね、はい、まあ、どのぐらいかっていう、はい、ファッション性があるかって私は試してみたので、あ、そういうことね。そう、メインのところをちょっとお願いしたことがあって、その時にスーツにヘルメットかぶせてフルフェイスのヘルメットをかぶせて店長できましたって言いに行って、私もびっくりして作ってると思います。いや、終わったんですよ。いや、読めない、本当にやめて社長だ、ウィンドウに
にですよ、メインのウィンドウにスーツ着せて、その上にフルフェイスのオレンジのもうヘルメットですよ。強盗じゃないですか。スーツ着てるとね。で出社はパジャマでしょ。はい。行かれてたよ本当に。パジャマで来ちゃった時あった。そうだ。でそれで何ハーレー乗ってくるんでしょ。はい、意味わかんない。ハーレーでパジャマで乗る人いるの。そうですよね。すごいね。僕も今思えばやべえやつだ。それ言われますね。そう、ね、上司の方々ね、専務か。そうですね、専務ですよね多分ね。あと課長、まあね、課長ですよね、うん、課長さん、長、ね、部長さん、皆様、その当時申し訳ありませんでした。今ですね、成長しました。心も成長しましてですね、こういう会社を作らせていただいて、ております。この動画を見ていただけたら、またねぎやったなと言っていただければとありがたいでございます。またもしよろしければ今度飯行きましょう。いいんですか。上司の方々にその不安要素をですね払拭するべくですね、焼き鳥をぜひとも、この平八っていう焼き鳥屋さんがあってですね、そこにぜひ行きましょう。でもなんかさ、そういうやばいって、うん、見せられて、はい、証拠も見せられて、はい、でそれでも結婚してよしかさんってもっとやばいよ、なんか。そうですね。ああ、じゃあ私もこっち寄りかもしれませんね。よしこさんも随分上手になる。そうかもしれませんね。助かってます。この人がいたから、ね、もうこの人がいたからですね、今があるなってみんなに言われてますけどね、支えていただいて、うん、まあ、私もちょっと変わり者なんでしょうね。そうですか。だって成人式アフロで行っちゃうんだから。アフロに簡単さ。そうだよね。じゃあこれも受け入れていただけますよね。だから、まあ、そうですね、結論そうなりますね。そうですね。今日、無印はいいですよ。はい、締めです。締まんねん、それで。無印いいです。さっくりということで社長、おはようございます。今日無印生活3日目です。こんな感じで東京に出張に行きます。なんか普通なんですよね今日。普通です。今日一番似合ってます。本当ですか。昨日とかやばかったですよ。今日はなんか普通すぎて、むしろちょっと東京に似合っちゃうっていうか。そう、下北沢に行くんですよね。あ、そうです。下北沢の人をインストールしました。田舎者でした。そっちも頑張ってる方です。はい、昨日芸術家でしたけど、今日そっちなんですね。そうです。こっちの方がなんか似合いそうじゃないですか。はい、なんかやってるっぽい感じしますよね。できるっぽい感じしますよね。はい、まあでも今日なんですけども、撮影が3本あるんですよ、これ含めて。すごいっすね。結構やばいですよ、ハードっすよ。僕普通にしてていいっすよ、ね、あ、普通に歩いてればいいです。いいっすか。あ、全然。じゃあそれで行きましょう。はい、じゃあ行きましょう。ということで社長、はい、先ほど会社を出まして好平期についてるということで。好平期つきました。今から出張ですね。こっから悪魔の好平期なんで。何ですか、悪魔。いや、ここ結構危ない気もするんですよね。どういうこと。どこ見てんすか。何なんすか。怖いな。いや、なんか急に電車が来ないかなっていう、乗る電車がいきなり通り過ぎないかなってのが心配なんですよ。一回乗り過ごしてからね。一回ね。ちょっとトラウマになりかけてるんですよ。うん、なんだろうね。でも大丈夫でしょ、はい、まあ今日は前のユニクロ1週間生活みたいになんない気も、まあ、しますね。今日は安全ですね。今日は、無印生活ということで。まあこれからちょっとあれですね、下北沢と目黒行って。行ってきますね。なので、まあ今日はちょっとこれ以上動画回せないですけど、無印の方は。はい。そこはまた後日動画見てもらえれば。かなり多分撮ってると思うんで。もう動画が交差しちゃってよく分かってないよ、僕は。僕もだからもうこれで終わりにしようと思ってます、今。で、今日3本撮る予定なんで、交差しちゃうんですよ。ああ、そういうことね。あ、ちなみにさっき撮ったやつが、下北沢のホース。もう分かんないよ。分かんない。でもむちゃくちゃ楽しい。楽しいです。すいません。楽しくさせてもらってます。はい、冒険だね、これは。ああ、もうそうです。冒険ですよ。ずっと言ってると思うな。はい。おさくんさ、律儀にさ、結構予定朝早いじゃん、出張。そうですね。ちゃんと朝朝遅れずに来るよね。なんかそのあたりちゃんと教育、お母さんから教えられてるなっていう感じするね。教育はちゃんとされてきましたね。ね、で僕たちそんなにさ、学校がいい学校ではなかったよ。そうです、ね、なかったけどもだ、ちゃんとその親から言われたこと、例えばちゃんとご飯食べれよとか、早く寝ろよとか、遅刻するなよとか、うん、そういうの基本的に守るよね。
だから別に、うちの教えだと、まあ別に勉強できなくてもいいんですよ。いいんですけど、うん、そういう、だから大事なことは守れと。それでいいと思うわ。人間としての筋は守れと。うん、謝るとか謝れと。それでいいと思うわ。そういうところは好きだね。結構いろんな人を見てきたじゃん。はい。で、いろんな方と出会って、お仕事もいっぱいしたけど、頭のいい方も確かにたくさん、なぜかおられたんですよ。で、うちの会社もね、たくさんおられたんですけど、基本的なところなってないですか、結構いたんですよ。面白いっすよね。そうですね。あれと思って、なんかサザエさんとかで、ちゃんと教えられてるようなことがなってないっていうの結構あったんですよ。面白いですね。面白いよね。はい。でもいい大学行ってるとか、いい高校大学行ってるっていう人に限って多くて、なんだろうねと思ってる部分はあったんですよ。で、逆のパターン。で、僕たち逆のパターンかもしれない。はい、ちゃんとそこだけはするっていう。ああ、そうですね、うん。そこだけはなんか大事だなと思いますね。勉強ができないとかの分、できることをやるっていう。ああ、そうですね。僕、だから成績とかすごい、テストとか悪いんですよ。ですけど、提出物はちゃんと出すっていう。一応ね、一応できてないかもしれないけど出すっていうね。そこだけ内申点3むられるんですよ。いいっすね。だからそこだけちゃんとオール提出してるんで、オール3は取れるんですよ。確実に。最低限はもらっとけと。そうすると、うん、まだ選択肢ちょっと増えるんですよ。いや、それでいいと思いますよ。そうですよね。学校行く時はちゃんとやってた。でも社会に出たらできなくなってるっていう大人の方僕多いなと思ってるんです。20年経営してて思うのはそこなんです。でも社会に出てもちゃんとやるっていうところ、学校じゃテストができなかっただけで、そういう基本的な人間の営みみたいなことはちゃんとやってるっていう人の方が僕は信用できますよ。朝挨拶するとか、そういうこと基本的ですよね。はい。朝来て、おはざすっていう人よりは、おはようございますって言ってくれる人、ね、岡田さんとかすげえ気持ちいい挨拶してくれる人、大好きですよ、そういう。そういうもうスタッフの顔出ちゃうもんね。でも岡田さんって結構そんな感じするよね。あ、しますね。そう、ちゃんと挨拶して、おはようございますってちゃんと綺麗にね、可愛い笑顔で言ってくれるわけ。そしたら、おはようって笑顔で返しちゃうもんね。そういうのだよね。はい。それは大事だと思う。そこは君も持ってるから、だから一緒にいられるのかもしれない。何の話？何の話か分かんないですけど、まあそうですね。まあ4日目に続きます、これが。はい、4日目になる。こうでいいんですか？こうで、まあさっきも一応紹介してますけど、ベレー帽3日間連続で来てません？ね、多分ずっとこれ行くと思う。ちょっと気に入ってるんですよ。でこれがまあまあいい値段すると。3990円で、はい、これ結構気に入っちゃってるんですけど、似合ってる似合ってないは別としてですね、行かせてもらっていいですか、これで。大丈夫です。これを軸にコーデを決めていくってことで。で、このコートですよ、今日。はい、このコート、カポックコートですね。あ、カポックなんですね、これ。そうそうそう。これも気に入ってしまいました。気に入ってしまいました。なぜなら、これは自分で選んでるからです。自分で選んでるのはいいですよ。じゃあ、俺の選んだあのピンクのパンツは。やめて。キャラじゃない。キャラじゃないの。そうですね。どうやって汗かわかんないの、あれ。このカバンもだよね。これに来ましたね。これでいきますから。はい。ちょっと僕恥ずかしいです。そうですね。黒だと落ち着くよ。やっぱりこういうの身につけてこなかったから。でも少し受け入れる自分いる。なんだろう、このカバンが使いやすいっていうのが、これプライベートで一個買ってもいいんじゃないかと思ってるぐらい。ああ、そうですね。使いやすい、軽くで使いやすい。ここにね、今日はよしこさんが作ってくれたパン。そこに入ってるんですか。これ電車の中で食べようかなと思って。はい、ということでまた4日目回したいと思います。はい、お願いします。はい、綿抜きでございます。日曜日です。誰もいません。誰もいませんよ。保坂もいないんです。一人で撮ってくださいということでございます。日曜日の無印7日間生活の一部でございます。この感想とかちょっと言ってくださいということで、感想ですね、非常に良かったです。カポックコンのカポックっていうのは木の実とそのコットンかな、混ぜて作った、こちらの、パジャマ、パジャマですね。パジャマです。非常に良かったです。ここでね、この紹介をするまでももうないとね、紹介したらなんかお仕事っぽくなっちゃうと。今日日曜日です。綿抜きの今日の日曜日の予定発表します。誰も興味ないかもしれません。このままですね、朝歩いてですね、カフェに行くんです。パソコン持ってカフェに行くんです。でそこでお仕事をするんです。これが非常に有益な時間でしてですね、何でしょう、行きながらボイシーも撮ってくるんです。僕ボイシー今やってるんですけど、すごく楽しいです。でボイシーを撮りながら、もうハーハー言いながら撮りながらですね、着いたらパソコンで 2,3 時間ぐらいお仕事させていただいて、そうするとさ、月曜日のお仕事分をちょっとやるわけですよ、ね、ちょっと頑張っちゃうんですよ、いつもなんかしないけど。
そうするとさ、月曜日ちょっと楽じゃないですか。で、その優雅な時間を朝過ごすんで、ちょっと楽な。コーヒーなんか飲みながらお仕事しちゃう。始めちゃうみたいな。で、それができるのがすっごい嬉しい。すっごい嬉しいって話です。なんだろう、ちょっと先回りしてる的な。予習もしてますっていう、この感覚、わかります？みんな、月曜日だから忙しいんですよ。僕たちオンラインのお商売がやってるので、月曜日っていうのは週末の受注の処理とかしなきゃいけないですね。その中、一人、コーヒーの登場するっていう状態。この有益な状態、わかります？わかります？これをやりたいがために日曜日はちょっとお仕事させていただきます。で、その上でじゃあ家族の時間をちょっと大事にしてくださいよ。あると思います。今日、カレーを食べに行きます。家族でカレーを食べに行くんです。ね、そこでちゃんと時間を確保したいと思います。ありがとうございました。社長、なんですかそれ。これがバシコンデニムってやつですよ。あ、そういうのね。届きました、届きました。おー、いやー、待ってました、待ってました。なんか新しい素材とか出会えるの嬉しいじゃないですか。そうですね。まあ今日無印生活5日目です。5日目。ついに。なんか、この前カポックっていう木の実のね、やつを履かせていただいて、まあ良かったんです。あ、本当和紙ですか、これ。え、座り心地どんな感じなんですか。いや、普通のコットン。コットン。普通のコットンみたいな感じですよ。軽い繊維の和紙を使用したデニム生地ですと。さらりとした風合いが特徴です。まあさらりそうですね。コットン70、まあ 70% 入ってるからね。それはコットンですわ。コットン。比率は高いよ。で、はい、ペーパー22。これと、あ、ポリエステルも入ってる。やっぱポリを入れないと形状がちょっとこう。それは和紙だけだったら破れますよ。それは破れますって。いや、一般的にね、和紙を破けるっていうイメージ、まあほとんどコットンですから。まあそれはコットンですね。カンボジア製ですね。一応オーガニックコットンを使用してると。ああ、なのに、うん、和紙っていうのをつけちゃうっていう。和紙っていう新しい素材ですよ。これ楽しみ。でサイズがですね、S しかなくて、M がもう完売してたんですよ。いやでもむっちゃ太いですからね。これ入っちゃうそうでしょ。あの、え、まあでかくないですか結構。じゃね。結構でかいですね。でかいですね。これだったらいけるかな、S でも。ちょっと履いてみます。え、これいくらなんですか。これが、結構しました。これは無印の中でも8,990円。ああ、するんですね結構。ダークネイビーですね。まあでもコットンならまだ。で、あ、これファスナーの付け方こういう感じなんだ。叩きだ、叩き付けだ。おお、綺麗ですね。ビングし、うん、まあ綺麗に見えるよね。簡単な作りではあるけどね。これって、はい、ただ。あの縫うだけだから、これはまあ簡単なファスナーの付け方だけど、ちゃんとこのパイピング入れてるとか、あの無印のこの製品、このコートもそうなんですけど、これパターンの後も一緒にちょっと話しながらザックからの話をしてたんですけど、はい、仕様がむちゃくちゃ簡単なんですよ。でよく見える。でもお客さんでさ、この仕様が簡単な仕様とかそういうのはどうでもいいじゃないですか。もう見る人いないですよね。そうですよね。要はこういう雰囲気になってれば、うんって飲み込みますよね。だこの辺りはすごくね、無理さうまい。作業工賃を、作業時間をいかに短縮できるかっていうのをかなり考えてるんだと思う。お、僕らだったらこの襟にね、まあ、襟腰をつけるとか、縫い方をね、ちょっと高級仕様にしようとかって出てきちゃうんですよ。でもそれってお客さんから見たら、ほとんどお客さんは、まあ、この価格帯であれば気にしてないし、見てもないと思うんですよ。見ないっすね。なんか見ないじゃないですか。要はもう多分デザインとかそっちしか見ないと思うんですよね。そうですよね。これで着てさ、これで着て、まあこういうこういうラベルジャケットのこの襟になってたらいいじゃないですか。形としてまあいいかなみたいな感じですよね。それでこの仕様がちょっとこれじゃ手間がかかんない仕様だから、手間をわざとかけようとするんですよ。僕そんな感じだから、だからこれ良くないなと思ったら、これ勉強になった。ロサ君から無印をこれ1週間生活って言われてね、勉強になったよ。そこそういうんじゃない、そこ求めてないよお客様。そうですね、いう層は一定層、いや結構いるねって。もうむしろ、うん、社長から聞く限り、うん、昔の服の方が、うん、ちゃんとそういう縫製とか見てる人多かったなっていうイメージがあるんですよ。ああ、そうだね。うちのおばあちゃんとかもなんかそういうあれで言ってたんで、見てたよね。はい、見てたね。もう今の若い人たち見ないですよ本当に。でうちの父さんとかお母さん世代ですら見ないんで。ねえ、こうなってれば、形になってればいいじゃないですか、ね、本当に昔の人ですよね、そういうの見るのは。そうだよね。だからそういうのをさ、僕もう3代目なんです、僕。ね、3代やってきたからそういうもんだと思ってたけど、これ世襲の悪いところかもしれない。俺これ理由が1個分かったんですよ。ユニクロが出てきちゃったっていう。まあまあそれはね、そこはあると思うんですよ。それは要は昔ながらの服屋さんってなんかこじんまりしてるイメージがあるんですよ。要は自分で縫って自分で販売してるみたいな、いわゆるブティックとかで売ってる。ああブティック分かんないね。分かんないですけど
なんか昔のそういうこじんまりとした。こじんまりとした、はい。こじんまりとした。いや、だからその店主さんと話せば、はい、そういう知識とかいっぱいくれるみたいなイメージがあるんですよ。うんうん、今じゃもう、ユニクロの店員さんですら分かんないっていう。そうだね。感じですよ。そうかもしれない。この塩がなんて、この塩じゃちょっと、やっぱ高級塩にしようなんていう話をさっきしてたんですけど、あれはちょっと待ってと、高級塩にしたところで見え方同じだよねと。あ、で誰がそれ分かるって話して、今僕たち賛否が分かれてますまあでもこの動画見てくれてる人は分かるかなっていう、うんうん、このあらかじめ言っとくと、無重さん本当に見て思ったのはそこです。かなり簡素に作ってある、でもぽいくないっていう。そうですね、簡素に作ってあるんだけど、塩とか本当に1分1秒を削るパターンを引いてるなというのを思いました。これもさ、そんなにすごく手間がかかるものじゃないけど、はい、まあ、だからこそね、値段も抑えなきゃいけないってところね。じゃ一回これ着てみます。履いてみます。いや、細田くん S サイズでちょうど良かったですよ。あ、いいっすね。うん、身長168センチ、体重60キロぐらいなんですけど、あの S サイズでちょうどいいくらいでした。結構大きめ作ってるんですかね。ゆったりめだね。あ、ちょうどいいかもしれない。あ、ゆったり見えたけど履いたらそうでもない。いいよこれ。あ、ヘムがちょっとうちのこの靴下ね、結構履いてるんですね。結構この靴下、今日ね、昨日日曜日で洗濯乾いたから、ちょっとこれ履こうと思って。いいですね。ヘムが太いんだ。これヘムって言うんですよ。この部分、この部分ですね。ああ、これヘムって言うんです。裾の部分ですね。こういう裾で も, ね、でもちゃんとがっちりしてるイメージありますね。竹上げちょっとご遠慮くださいって感じになりますね。そうですね、うん、いや、いいですよ。普通にこの和紙コン、なんで和紙を入れたんですかね、紙を入れたんですかね、なんか意味が、意味全然調べてないじゃん、ね、話題性な気もしますよ。そりゃどこも和紙使ってないよねっていう価値はあると思いますよ。ですけど、うん、中身見たらほぼコットンみたいな。まあコットン70ですからね。和紙を全部入れたらこれちょっと結構高いものになっちゃうと思った。逆に、あ、逆にそうなんですね。山梨市川三郷町あるじゃないですか。あそこ和紙のもう有名な産地なんですよ。あ、そうなんですか。そうだ、和紙めっちゃ高いんですよ。それをね、高いもの入れるってことですから。ただですね、8000円しますからね、このズボン。そうだね、無印の中じゃ高い方だった。無印だと2000円か3000円台ですもんね。これだ、8000円じゃ結構高級ラインよ。うん、ポケットもこれ玉縁のポケット珍しいですよね。あ、そうですね、ラインに作んないですね、うん、この横の。これスラックスとかのポケットの ここね。あ、そうですね、これをこっちに持ってくるのは、これ斬新ですよ。そうですね、見ないですね、うん、そんなに。あ、これいいな、これちょっと僕もいいなと思いました。あ、なんか、うん、広いですよね。初めてこのポケットをこうやって使うのは。いや、俺思うんですよ、なんかジーパンとかのポケットでもう iPhone が入んないみたいなのがあるんですよ、たまに。すっごい嫌な顔してるじゃん。いや、よくあるんですよ。そういうのがあったら嫌だよね。すっごいいい顔してますね。でもこのズボンだったら入りそうじゃないですか、まあ、広いんで、ね、全然入る気するんですよ。入りますね、余裕で入ります。こういうジーパンとかのあれだと出るね、本当に出ちゃうんですよ、上に。そうだよね、たまに落ちちゃう時あるんですよ。すげえ、20歳のリアルを聞きました。 iPhone をいかにパンツに収納できるかが大事ってことですね。そうです。素晴らしい。とか、まあ、財布とかもそうですよね。財布とかも後ろとかに、まあ、ちょっと深い方が嬉しいんですよ。広くて深い方が嬉しいです。これはあくまでも男性の20歳の意見でございますので。でも女性はみんなカバン入れちゃうんで、絶対にそういうものは。カバン入れますね。カバンから携帯出してるイメージあるんですよ。そうですね。男子はカバン持ちたがらないんですよ、そんなに。男子いいっすね。男子いいっすね。男子はもう携帯がすっぽり入るかどうかと。最近の iPhone がやっぱでかくなってきてるんですよ、どんどんサイズが。それを収納させてくれと。させてくれと。あ、わかりました。もうせめてそこの横幅のサイズくらい測っとけと、 iPhone の。あ、勉強になりますな。僕らもちょっとそれをちょっと活かしたいと思います。もうそれ言ったらだって Android とかもっと大きいですよ、これより今。あ、そうなんだ。これでかいんだ。そうですよね。入る入る。あ、全部入ります。あ、いいですね。いいですよね。もう頭すら見えないのがいいんですよ、これに。これもさ、このジャケット僕ちょっと気に入っちゃってるんですけど。あ、いいですね。これにもう、あれあれ、なんかいいですね、様になってますよ。できるやつっぽくないですか。これね、無印コーデなかなかなんかセンス良くなってません？ちょっと無印さんを気に入ってます。普通にあの保坂君紹介してくれて、僕初めて無印さん着させていただいたんですけど、そもそも僕らのそのリネンのアパレルブランドとちょっと相性がいいねと。あ、そうですね、無地でやってくれると。で僕もそんなにも抵抗なく履けちゃうね、これ。うーん、そうですよね、うん、ちょっとこんな形のやつ僕らも作ってるんで、これをちょっとインスピレーションにしてですね、なんか一個作ってみたいと思います。
おー、うん、無印さんのこの境地が良かったのと、まあ、コスパは無理だよもうこれは2990円とかもう絶対無理だから絶対無理ですね、うん、その職人さんがもうそれ最近割っちゃうからね そういうことはできないけど、しっかりとした価格でちょっと作ってみてどうなんだっていうところを一回やってみたいなっていう感じでまたね6日目に続きます。はい、いいんだよ、いいのかなこれで。大丈夫ですよ。社長。ということで、はい、無印生活6日目です。全然うちのお洋服の雰囲気じゃない感じしますけど。どういう格好ですかこれ今日は。これ気に入っちゃってですね、このカポックじゃない。ワシコン。ワシコンですよね。ワシコンですね。ワシコンデニム気に入っちゃってですね、シルエットも好きで、いいですね、ポケット。もいい、僕好きですねこれ。ああいいですよね、これいいなと思って。この新ポケットだとこの脇からこう入るんですけど、その場合こっちの作りが簡単なんですよ、新の方が。あ、そうなんですね。うん、でもここちょっと離して一手間かけてるんですよ。かけてながらちょうどこの辺り入れやすいと思ってポケット。いや僕今日着た服見すぎましたもん。ここのポケットちょっと上すぎるっていう上すぎるんですよ。こういうのはちょっとマイナスなんですよ。そうだから、ちょっと返してください。めっちゃ上なんですよ。お兄ちゃんのお下がり の MA1 着てるんですけど、もう MA1 をバッシングしてます。これやばいっすね。いやいや、これはこういうデザイン。そうなんですか。そうなんです。もう大体これです。いや、こうなっちゃうんですよ。ええ、しかもこれ、まあ、僕もこれこういうの結構着てましたけど、はい、昔ね。これはこれでありなんです。いいんですか。いいんですか。これはいいですね。もうさ、MA1 っていうのも知らないっすよね。知らないっす。このデザインがね、はい、米軍のフライトジャケットなんですけど、はい、いや上すぎるなと思ったんですよ。このポケットの意味あるみたいな。結構それ MA1 って上なんですよ。もうそもそも長くないんです丈が。だ上の方にポケットは あっちゃいます。あ、そう。最近はね、こういうちょっと長めに、長めの下らへん、まあ、これにあるやつですね、うん、がいいんですよポケットは。でそれはもうお兄ちゃんとお下がりだから仕方ないでしょうね。で最近はなんか長袖の普通の T シャツとかでここにあるんですよポケットは。そういうのもいいんですよね。ああ、もう本当に思うけど、本当ポケットだけだよね君。ポケットだけで生きてるっていう。本当そうだよね。いや、めっちゃいいじゃないですか。いや、ポケット、まあ、今日こういう感じでワシコンのデニム、これはね本当になんか気に入っちゃいすぎてですね、このままなんかワフのシルエットとかに取り入れたいなと思って。いいアイデアでしたよ。だ最終日も明日東京行くんですけど、これで行くんですか。これいいと思うよ。3日4日連続で入ってももう好きすぎて。いや、でも明日最強の服装の方がいいですよ、無印の。あ、そうなんですか。最強の方がいいです。足ってなんかシルエットもいいね。これなんかタコが入っててストーンのとこ落ちる、あのゆったりしてるんですけど。そうですね。うん、これいいですね。おまあ、今からまあ1本撮影するんですけど、で今日よしこさんが2時で抜けちゃうんですよ。おなんか授業参加って言ってましたね確か。僕もじゃないよ。でも、まあ、いるんですかね、両親両方で行くっていう人。最近いるんじゃないですか。いや、うちもう絶対母親なんですよ。大体そうだよね。もう父親来るとちょっとだるいなみたいな感じがするんですよ。だるいなって感じするじゃないですか。そう、ね、子供からしたら。いや、いいストレートですね。じゃあ僕がここにいるところですね。あ、そうです、はい、で抜けちゃうんですよ。ちょっと店番の企画を取りたいなと。あ、店番今お客様もいらっしゃいますよ。そうです、うん、ちょうど抜けて、通常シフト交代みたいな感じですね、要は。うんうん、でもうタイトルも考えました、うん、はい、さっき、はい、ファッションセンスのないアパレル社長がアパレル店員になってみたと。それはさ、まさき君、それは無印さんに失礼だよ、それは。いや、違う、そういうものじゃないですか。社長のファッションセンスの問題をしてるんですよ。要は限られた中でやりくりしてるんでしょこれ。いや、そういう問題ですよ、ね、だからちょうどこれに合うなと思ったんですよ。タイトルが限られた中で1週間やりくりしてるんだからね、その中で最大限のことをしますよ、それは。そうですよ、うん、だからちょうどタイトルぴったりなと思って、まあ、このシャツもね、1990円のシャツとは思えない。そうですね、まあ、今回は、まあ、店番やるということで。わかりました。はい、ということで、今日は、ワシコンデニム8900円、ね、ぐらいと、この1990円のシャツ、あとこのカッパと言っていた、おさくんカッパと言っていたこのジャケット、フードジャケット撥水ですね、はい、水フードジャケット3990円着てみました。ということで明日の最終日、ちょっとすごいことが起きるかもしれません。なんですか。まあまあ、なんで朝早いかはちょっとお楽しみにということで。いや、出張本当は午後には出てないだったじゃないですか。まあ明日何かがあります。なんだ、怖いぞ。ということで明日またよろしくお願いします。あ、お願いします。
社長。あ、おはようございます。ということで今回、はい、無印生活7日目の最終日です。最終日、デニムオンデニムということになりました。すごいですね。ワシコンデニムはちょっとハマりましたですね。それとこのコート好きです。おお、こういうデザインのものをちょっと今デザインしましたので、このポケットも使いやすいなと。出やすいですけど、こう出し入れしやすいと。これ一番いいですよね。いや、財布とか入れちゃダメだけどね。あ、まあ携帯くらいですね。うん、なんかこう突っ込みやすいなと思って、あ、はい、こういうのちょっといいなーなんて思って、これもやっぱ着てみないと分かんないもんだね。そうですね。こういう経験はいいかもしれない。まあ本日なんですけど、うん、東京行きます。出張ですよね。で、なんでスーツみたいなの着てるんですか。いや、この格好しなきゃいけないとこなんですよ。どういうことですか。この格好しないといけないレベルのとこです。に行くの。に行きます。格好いいちょっとやばいかもしれないです。で、しかも そこを撮影許可もらってます。へ、うん、人ですか。場所がやばい。場所もやばいですし、人もやばいです。やめようよ、またドトールでまた来ねるよ俺。だから何も言ってないんですよ。でやばいとだけ言ってきます。本当ですか。だから僕がこの格好しなきゃいけないところなんで。大丈夫ですか。あ、大丈夫です、社長。それでワークの服ってもうこのシャツですよ。まあ大丈夫ですよ。ドトールですよ。こんな感じですよ。あ、全然大丈夫です。すげえドキドキしますね、なんかね。でもこの、でもそれも楽しんでるんだね。僕も教えてもらわない方がいいかもしれない、はい、逆にね。まあでも初日に言ったじゃないですか、この1週間企画楽しくなりますよ。それは聞いてましたね。こっからが本番ですよ。僕もね、気合い入れてね。気合い入れて、おにぎり持ってね。メニュー飲んでね、奥さんが作ってきた。これで元気出す。中身はミートボールです。ミートボールだ。これで食べていきます。じゃあ今日もまたちょこちょこ東京で動画回しながらっていう感じでやっていきたいと思います。わかりました。よろしくお願いします。お願いいたします。ということで社長、はい、とりあえずこの動画出てる頃の後に多分出ると思うんですけど、はい、まあ、とある場所行きましたと。ああ、行きました。まあこれはこういうの出ると思うんで、お楽しみにしてもらえれば。びっくりです。はい。まあ今日結構ハードなんですけど。楽しいけどね。1時間しか飽きないですけど、全部。すごい態度に詰め込んでくれるじゃないの、まさか。そうですよ。で、ここからまた1個ありますからね。1本撮る。あの、外録インタビューっていう YouTube チャンネルがあるんですけど、そこのインタビューにオファーされてると、社長が。へぇー、何ですかそれ。登録者が140万人いる有名インタビューチャンネルですね。何話すんですか。なんかもう赤裸々に過去のことから進めたらしいですよ。怖いな。その人生ほど面白いもんないからね。そうですね、うん、いやー俺今日すげえ楽しいですよ。いや俺も楽しいです。やっぱね、刺激がすごいね。いやさっきのやつもすげえ、まあ、動画撮ったんですけど、うん、すごい良かったっすよ。本当ですか。普通に話してるだけで、はい、だけどね、大丈夫かな。ワンチャンちょっとインタビューとか動画撮れるかもしれないんで、一瞬だけ。あ、そうですか。はい、そしたらまた動画撮りたいと思います。はい、お願いします。あ、出ていただいた、ありがとうございます。全然なんかさせんの。めちゃくちゃ話しやすかった。ありがとうございます、出てもらって。いやいや、こちらこそ本当にありがとうございます。めっちゃ楽しい。いや普通にこんな話できるとは思わなかったですね。あ、本当ですか、うん、嬉しい、そんなこと言ってくれるなんて。僕ギリギリで聞いたんですけど、はい、どういうチャンネルだろう。チャンネル面白いと思いました。本当ですか。あ、嬉しいです。で、ちゃんとその考えてるじゃないですか、見せ方とか。おー、はいはい、あれはもう考えたのは。あ、僕です。あ、本当ですか。これだったらこういけるかなみたいな感じで。いやいや、どっちかというとテレビのディレクターだったんですけど、ええ、それこそテレビ業界に未来になるんだってことに気づいちゃって、それがどっちかというともう拗ねて、もうなんかどっちかというと趣味として始めた側面が強いというか、はい、どっちかというと絶対成功しているというよりはテレビ業界で30万ぐらいせこく稼いで、うん、でもうあとは自分が作りたいように誰に邪魔されることもなくできる場所を作って、ああ出ればそれでいいやん。いや、それ同じですよ。だから誰にも邪魔されたくないから僕も卸とかやってないですもん。取引先作ってないですもん。ああ、自分たちで作って自分たちで売るっていうのを、うん、誰も邪魔されたくないですよ。でお客さんからも YouTube やめてくださいとかって言われたくないですよ、はいはい、言われちゃったりするんですよ、たまに。そうなんですか。コアなお客様からですね。やっぱ、なるほど。でも僕はそれやりたいんですよ。ボイシーもやりたいし、うん、邪魔されたくないから自分ので自分で自前で全部やるっていう、うん、あ、でも本当そうですよ。だからその YouTuber こんな自由に自前でやって、言ったらその、はい、プロからして
って、ええ、こんな奇抜な編集やってみたいけど地上波に流すには絶対大人たちに止められるよねとか、うん、意味わかんないから伝わんねえよとかって言われて一周されるようなことを誰の許可も得ずに無許可で、うんうん、しかも成功してる人たちは数百万人に届けることができるって、うん、羨ましいとこって、うん、でまあ受けるかどうかわかんないけど、うん、好き勝手やらせてる場がある方がなんか精神衛生上いいなと思って、うん、だから精神衛生上よろしくなくなってる先輩がいっぱいいたんですよ、うん、いそうやりたいことやれないそうですよね。それこそ、うん、変な矛盾というかコムデギャロソンの服を着、うん、ルイ・ヴィトンのカバンを持って赤羽の数百円のスーパーの激安店舗がここに乱立してて主婦が大量に押し寄せてるみたいなナレーションを書いてる総合演出とかいて絶対そんなことやりたくないからそんな格好してるんだろうけど要は若者が減ってる世の中だからお笑い番組が減りまくってた状態の時僕ディレクターやってるんですね、うん、だからこのそういう道がないんだってここは折れてそういうなんか主婦の激安情報みたいななんか情報バラエティの総合演出この人やってんだろうなとか思って先輩を見たら自分の未来が見えちゃったんだそうですそうですそういうことですよねそうだから金だけ稼いででも本当はこの仕事楽しいと思ってないって状態に、うん、自分もなるのかな嫌だなとかなんか酒の席ではなんか笑いとはとか、うん、面白いってこういうことだなとかって言ってくせいやいやお前やって番組さ面白さ一個もないけど大丈夫ですか独白ねでもこれが現実だと思うよそうですよねでもテレビ局ちょっとなんか面白いですねそうですねなんか夢ないなと思いましたもん。いやいや、保坂君。いや、言っていいですか、うん、なんかもう給料形態見る限りちょっとなんか怪しいんですよ。ああ。制作会社とか。そうですね。さっき言ってましたよね。僕もだから東京来てこういう仕事してたんですよ。はいはい。ですけど、なんかパッと来るってとこがなんかなかったんですよ。うん。で、探したんですけど、結局社長のところにたどり着いた。いや、すごいいい奇跡の組み合わせですよ、保坂さんと私さん。ってマジで超優秀だと思いますよこの時点でこんなことをねまあまあ素材がいいってのもありますけどやめてくださいだって顔もかっこいいじゃないですかあそうですよねどうですか顔めちゃくちゃかっこいいですよすごいテカってますけど、はい、ちっちゃいしスタイルがいいいや大丈夫ですいや僕はそんなあの自分があのこういう顔してるんでなんか他人の顔かっこいい評論好きなんですよやめてくださいやめてくださいでも裏側を見れるのは面白いですね異業種のこれ同業者と話すと本当くだらない話になっちゃうんですよあそうですか、そうじゃないですか同業者と前にこの YouTube が一応ちょっと成功するわけじゃないですか、はい、したらなんか、はい、自分が AD の頃に僕のこといじめてた先輩からオファーなんですよ、はいはい、なんかこういうサイトで対談があるんだけど、してくれないみたいなその先輩と僕と、で僕と同世代の局を辞めたディレクターみたいな、まあ、今全然活躍してないんですけど、あの一瞬だけ光ったみたいな人がなんか呼ばれて最初はよくどの面こいでこいつ電話してんだろうなと思ったんですけどこれでも断る方が楽だなって受けてやろうと思って逆にはいそして受けて思うこと喋るじゃないですか電波なんて別にぶっ壊して言っちゃうのそうそうぶっ壊してそんなものを維持する金があったらそれをちゃんとテレビ局で分配して制作に当てればいいんじゃないですかとかだって電波なんて別にご老人が困るとか言ってるけどそれ全部ぶっ壊してその代わりにじゃインターネットを普及させてあげればいいんじゃないですかって多分あの要はとんでもない金額かかるんですよ使えない電波をテレビって電波で流す流しますねそうあの電波を流す機材というか機能を保持するためにとんでもない金額かかってるんですよあれそういうことでいいんですか今そうでそれって無駄じゃないですか無駄ですねでそんなことやってる時点で終わってると思いますみたいなことを言うんですよでしたら、なんか異業種だったら確かに分かるとかって言ってくれると思うんですけど、同業者だから言えないって言えない出たこれだそう点々点ってなってなんか当たり障りないことをしっかり言わないんですよ、だから確かに面白くなかったなと思ってその提談みたいなのやらされたんですけど同じように抜けてってる人だったら面白かったみたいですね、いやそうなんですよ このチャンネルもそうですよ同業者って言えないんですよ言ったら叩かれちゃうんですよそうです ねでも僕ら取引先がないから言えるんですよ、はい、他のとこのアパレルの方がやってても言えないんでつまんないと思うんですよです関係各所あるからね、これ同じじゃない同じかもしれないです、ね、同じじゃよこれなんか社会から出た海みたいなもんででも逆に言うともう同業ではもはやないってことなんじゃないですか、もうだって
完全にアウトサイダーになってから好き勝手言えるっていうことですよね、多分。YouTube が変えてくれた。YouTube が変えてくれたね。アウトサイダーの巣窟です。いやでもそれでいいと思うんですね。はい、本当だって金ないとかって言ってるくせに、うん、バカみたいなことで経費使ってますからね。テレビ局の局員の人とか、いろんなことありそう、なんか。合コンとか普通に落としますからね。それはダメでしょう。結構思うのが、テレビの人たちってなんか昨今制作費がないこととかに会議で切れたりとかするんですよ、うん、切るとか愚痴ったりするんですよ。あー一番やだ。でももうそれって、うん、あなたたちに魅力がないから金がないってみたいですか。魅力がない、そういうことだね。もしかしたらそういうことだね。魅力だよね。そうですね、うん、詰まるところ本当は極端に言うと、うん、そう、かつそもそも最初からお金があると思ってる前提っていうのがおかしいじゃないですか、うん。要はなんか実力もないし、その例えば制作費2000万円で作っていい番組を作らせてもらったじゃないですか、2000万稼いだことないやつがなんで2000万円使う権利を与えられるんだって、そもそもおかしい話だなって思うんですよね。確かにそのちょっと計算ができなくなっちゃいますよね。例えばじゃあディレクターとして育てるみたいなコンテンツあったりとかするんですよ、うん、で最初は別にタレントなしでカメラ1個でなんかやって、それで成果出せるやつが次タレント1人使います、それで成果出したら、あ今度じゃあいわゆるザ・バラエティの司会がいてひな壇がいるみたいなことやってるんで、そういうステップアップすればまだ意味わかるんですけど、うん、いきなりもう全部あの揃ってますみたいな状態でやってて、もうコンプリートされてますみたいなこと。でなんでこの才能も実績もないやつにそれチャンス与えてあげられてあげてんのみたいな。いろいろ多分そのコネクション的なものとか、そうですね、まあ局員だからってことだですよね、うん、それはで、そういうのをもうぶっ壊そうと。そうですね、ぶっ壊そうというよりはそこにいなきゃいいだけの話だなっていう感じですかね。確かにそのそこにいてたら同じことの繰り返しだから、ちょっと距離を置いてみて、 でそこから何か僕はできないかってところで動き出したんですよね。そう、まあ、でもだからそれでその渡辺さんみたいにその業界のためにっていうちゃんとしたこの理念みたいなのがないっていうのはちょっと申し訳ないと思います。一回作りましょうそれ。誰の何のためにこの僕は動くんだ、サービス何のためにあるんだっていう。そうですね、そこ当てはめるだけですから。誰の何のためにこれ当てはめるだけですから。でもそれでいうと自分のためにやってるのが一番でかいっていうのが今のところちょっと継続できてる理由かもしれない。いいんですそれでも。あ、それでいいんですか。本当に最初のなんか不思議な理由でいいんです。僕もお金がなきゃ生活できないから、お金のためだったんです最初は。お金のためにやってたけど、そのサービスを提供してたらお客さんのためになってたんですよ。ね、でもそれで言うとテレビの時にやったのがなんかめっちゃ時間かけて準備させて撮影させてもらった一般の方の、その動画とか平気で全部カットとかするんですよ。お全部カットっていうのが嫌すぎて、うん、俺これなんか撮影するたびに恨んでる人全国に作ってってるなみたいな。でカットするのは局の人が判断するじゃないですか、でも撮ったのは俺だから、うん、恨まれてるのは絶対こっちじゃないですか。カットですね、まあまあそうなりますよね。あの人みたいな、ちょっとマジかみたいな。っていうのがもう嫌すぎて、だから一応こっちでこれやるときに決めたのは、まあ、出た人が喜んでくれるものを作れば、うん、まあ、その人の周り10人ぐらいが登録してくれるから、うん、まあ、そうすれば別に恨まれることもないし、まあ、こっちもこっちで楽しく生きていけるかなぐらいの、そんな気持ちで始めたってなんですよ。あ、それでもいいと思います。自分の精神安定がされて、で自分の大義がありそう。だって嫌な仕事やるの嫌じゃないですか。限られた人生ですよ。しかもあと何年フルタイムでできますってところで、うん、このまま走り続けるわけじゃないですか、はい、僕はあと10年もう決めてるからね、生きるところまでゴリゴリやる期間を、うん、そう考えたらあと10年のうち何ができるかなって考えるじゃないですか、はい、嫌なことやりたくないですよね。いや、そうですね、ねえ、だったら今やりたいことをやると、それ全力でやるということですよね。そうです、ね、一緒にやっていきましょう。あ、ありがとうございます。一緒にやりましょう。嬉しいです、ね、楽しかったですけど、面白かったですね。渡辺さん YouTube は普通にやってることもかっこいいなと思って。いやー、どうですかね。やれることをやってます、全力で。しかもちゃんとね、あの理論があるじゃないですか。ただ文句言ってるだけじゃないというか。文句 言ってる。いや、文句じゃないというか、そのおかしいところをこうちゃんと伝えてるっていうか、はい、知っていただきたいことを伝える、やっぱりそこは大事だと思うんです、うん、皆さん知らなくていいから、知らなくてそのまま過ごすことだと思うんです、うん、あ、だから僕だからつい最近あの YouTube 見てから若者にも言いましたもん。仕事でこう取材してて、ええ、なんかメイクとか準備してるように、ええ、ここにキラキラのビーズつけて、はいはいはい、あ、これ何ですか、ええ、あ、これシーンですみたいな感じで、はい、そうなんだとか言って、はい、
今は使っていいけど、はい、金持ちになったら使わない方がいいよっつって金持ちになったらこれを使うことによって誰かが苦しんでるっていう世の中の構図になってるから使わないでちゃんとあのいいものを買えるようなお金持ちになれるように頑張った方がいいよって話しましたもんそうですね、この動画もそうですけどサービスを受けるときに、その背景が見えるってそこに自分が貢献してるとか、うん、そういうのが見えたら一番いいですよね。ね、やっぱそうですわ、安いものは大体誰かが泣いてるし、その背景が見えないし、もうこの YouTube でもあからさまに出しちゃってですね、もう全部出しちゃったらあと選ぶのはお客様じゃないですか。いやそうですね、そっちの方がね潔いと思いました僕。それ今やってるっすこれそれ知った上で、うん、ユニクロを心を痛めながら買うってことだよね。いやまあそんなそれはいろいろあるよその選ぶの選択肢はお客様にありますから。靴下今買わないとちょっと止まりだし、今靴下ないし安い買いたい、わざわざ違うところに探しに行くのか、いやもう面倒くさいからこれは買うしかないって、うん、そう思いながら買うのと何も考えずに買うのと違いますもんね。一回なんかそのお金出すときに考える機会になれば、と思いますけど、全てのサービスですそれは。いやそうですよね、はい、と思います。いやすみません、なかなか喋ってもらいましたけど、外力チャンネルの方はいつ出るんでしょうか。1ヶ月後ぐらいを予定してるとか、そんなんでもない。別にそ逆にその無印生活に、ね、間に食い込むんだったら確かに途中別に僕出てきても全然いいんですそうですね、外力チャンネルの方は、まあ、1ヶ月後くらいに出ると思うんで、はい、まあ、概要欄に貼っとくのでよかったら。面白かったや、異業種の話とか、ね、いろんな人とは出会ってるから、楽しかったです。ありがとうございます会いたい人に会えるっていうのも醍醐味だなと思ってて、その環境を作るためにはさっき言ったその派手な話をしてくれる人たちを定期的にやらないといけないっていう。なそうですね、リーチを深くリーチを僕たちも同じなんですよね。リーチを深くするために大手さんの服を紹介したりすることなんですよね。いろんな意図があるんですよね。それも踏まえた上で活動の一部なので見ているファンの方々もご理解いただければと思います。また次の放送でね、まあ、こうやってアプリの内側の部分とか紹介できたと思いますので、はい、異業種ですけどね、はい、なんか通じる部分あると思いますのでまたお伝えしていきます。また次回の放送でお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました、はい、ありがとうございます。